びっくりしたわ。どこを言うの？前回の動画がすごくね、どういうことひろこさんのステッキが、ありがとうございます。それで、あんま見えないからここ来てよ。適当にいただきましょう。ありがとうございます。すごい。
こういう風になってるんですね。あ、潜水はこう。ここをね、動かないよ、こうやってならないように綺麗にこうやるの、本当はね習うときはそうだったけども、嫌だな、それも手抜き。作り方としては、うん、まずこの布をカットするでしょ、型紙でね。そしてそれを裏と中に入れる綿と表のね、3枚。これはバイアスね、はい、これがこういうふうに、そう、こういうふうになるんですね。広げた状態 ね、 これね、こういう状態よ、はい、これがこうなって、はい、だからこれがこうなるわけね。でここにファスナーつけて、はい、それだけよ。これあの、うん、むちゃくちゃ安く売ってる。そうそう、ね、うん、それタイに来てから買って、これはね日本でこれ買って、これはいいハサミ、うん、これがだから表で、これが見せる裏のバイアス。これはこうしつけをしておいて、どこをカットするんですか。こうやってね、ここずっとこの通りにカットして、はい、そしてこうして、はい、こうなるでしょ、はい、でここまた祭って、はい、そして出来上がるわけよね。バイアスの付け方は、はい、こうなるわけ。これ3日間ぐらいって前おっしゃってたけど、もうちょっとかかるかな。かからないよ、3日かかるっていうのは私が暇だから、はい、3日くらいかけてるわけよ。そりゃそうですよね、仕事じゃないからね。それでやっても3日くらいかかる。今これがね、ちょっとほら新しく伸びてきたりしてるの。これハート型の、うん、ね、そうそう、ちっちゃくてもハート型にちゃんとなってんのよ。これがこういう風になっていくのね。最初はトゲがなくて、そう、そして一個ずつがこうなっていく。学研のノートで毎日つけてみたら楽しいよ、絵描いてここに入ってる人で動けんの私だけ。そうそう、で私に聞こうと思ったんですけど、ここのベッドね、うん、これあの病院のベッドじゃないですか。最初私がこの部屋を見学に来た時は普通の違うベッドだった、ダブルベッドだった。やっぱりこれにしてくださいって言うのさ、捕まるとこない。私のね、ほら着るものこれだけ。 S さん見て、死んでもほら片付けるものないんだよ。みんなほらすごいでしょ、死んだ後の片付けがね。みんなあの頃はつのあるよね。あの頃は、うん、昨日今日本に行ってる人ね、桜見たって話で、今年は3日くらい咲いてて雨降ったんでもう散っちゃったって、人生と同じよとかなんとか。桜の話されるとやっぱり弱い。満開の下をさ、家族連れで歩いた思い出もあるし、いい思い出じゃん。旦那の年金が1ヶ月で5万バーツだった。2万5千病院に払って、2万5千メイドに払って、日本のある納骨堂に納めたでしょ。お坊さんに戒名っていくらするのって言ったら、一番安いので3000。私もそれでいいや。あそこに来てる人はね、高野山、あそこからね、派遣されてきてるから、うん、新米のお坊さんなわけ。うちの旦那の戒名を3000で作った。初めてなんだって。いろいろ考えて、心を入れて作りました。簡単だよ、だから私だって簡単だよ、荷物これだけだし。そう、視聴者さんからのコメントで、うん、病気になったらどうするんですかって、ね、カメリアン病院が見てくれるんですよね、うん、そう、私はもうカメリアン病院に全部出してあるから、痛み止めね、はい、それだけはやってくれて、はい、まあここの支払いはここにいないんだからなくなって、今度病院の支払いに切り替わるわけでしょ。それまでは元気でちょっと頑張って。ロコちゃん、これを縁にさ、仲良くしてよ。ああ、ちょっと見てね。じゃあここに、これ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 、ここに行くとね、咲いてるの。自分の好きなようにできるから、ここでいいや、ここが最後。知ってる、仲間のメイコ、なんか具合が悪いからベッド連れてってって旦那神津義行に言って、こうやって寝たらなんかちょっと起こしてって言うんで、これ仲間のメイコだとするとこうやって起こして、そしてここで死んだのね。だから心臓だよね。いいじゃんそれ。一人だからこうやってやってくれる人になる。まだまだ先です。
銀行にはね、とにかくね、40万バーツいつもなくちゃダメなの、うん、合算して80万バーツあればいいんだけども、銀行には最低40万バーツあってこなくちゃダメ。90日レポートやって、じゃあ講師は1年に1回ね。もう納豆なんか食べちゃいらんないよ5万バーツも減ったんだから、5、6、7、8万バーツだよ。大きいですよね、うん、ありがとうございました。こちらこそ。こんにちは。ありがとうございました。はい、じゃあ失礼します。はい、また来ます。はい、失礼します。今日楽しかったです。はい。皆さん、今日の動画いかがだったでしょうか。ゆきこさん、お一人でもああやってお元気でお過ごしのようでした。見習っていきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。